世界を救う SDGs の話その8働きがいも経済成長も日本で働く人の10人中9人はサラリーマン会社勤めの人ですそして会社は毎月のお給料だけでなく病院での負担額を軽くしてくれる健康保険や 老後にもらえる厚生年金といった福利厚生制度で従業員の生活を守っていますしかし世界のおよそ6割の人は国や政府の管理から外れた仕事に就いているため福利厚生制度などありませんそれどころか人としての扱いを受けられない人がいたり子供なのに 働かされたりといった問題も起きているのです。これでは人を幸せにするどころか犯罪者を生み出してしまいかねません。また、ジェンダー平等のお話でも取り上げましたが、女の人だからといって同じだけの仕事をしている男の人よりもお給料が少なかったらどうでしょう もっと働きたいという気持ちにはなれないでしょうし、社会を豊かにする力も生まれてきません。世界中の人々が今よりも豊かな暮らしを送るためには、すべての人が働くことで安心感と喜びを感じられるようにする必要があるのです。おしまい。次は、 SDGs の9産業と技術革新の基盤を作ろうというお話。